こんにちは、こんばんは、テリーベアです。10月4日、毎週日曜、この時間は、テディーベアがお送りする、テリーベアラジオのお時間です。はい、ということで今日は、初めて、地声で、テディーベアラジオをやっていきたいと思います。 緊張する <laughs> 緊張するんですがあのね地声もね好きと言ってくださる方がいるので今日はちょっとやってみたいなと思ったんですがもしかしたらささやき声と違うので初めて聞いた方は嫌だなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですがもしね嫌な方はちょっとピッと U ターンして <laughs>。 もらってまた来週聞いていただければなと思いますそれではテレビューに聞くちろん相談コーナーはいというわけで今日はですねまずこの相談から読んでいきたいと思いますペンネームおにぎりさんいつも気持ちいい音の提供ありがとうございます初めて投稿しますが これから何度か相談を応募させていただくかもしれません私の悩みは極度の上がり症であることですね私もねだいぶ治ってきた方なんですけど元々はすごい人見知りで中学校に上がる時とかは小学校の繰り上げなのである程度友達がいたのであまりね緊張せずなんとかやってこれたんですけど 高校なんかは結構まあひどくてすごい <laughs> 苦労したんですけど私は割と周りの方に恵まれていたのであの周りの方が優しくね話してくださる時にそこにもう自分も優しく入ってきたタイミングで「人見知りなんだよね」っていうことを言って少しずつ距離を 縮めていくっていう感じが多かったんですけど、あのー、大人になって思うのはまずはあんまりこう自分がねうまく話そうっていうことを意識しすぎないことが一番いいかなと思いますね。うん、なんかうまく話そうこう自分が緊張しているのを 話してる間にどう思われてるんだろうとかそういうことを考え出すとよりね心臓もバクバクしてくるじゃないですか。って思ったのが自分に置き換えてみたんですよ自分以外にももちろんねこの相談者さんも人見知りの人と会ったことあると思うんですけど。そう言った時にきっと 自分,自分ってあ緊張しなくて大丈夫だよとかもっとゆっくり話して大丈夫ですよって思うじゃないですか人見知りの方に対してそこに関してあの「何この人こんな緊張してるの」とか「え変変んか変だな」とかってあんまり思わないくないかな思わなくないですか 割とみんなすごく優しいし、ゆっくり話して大丈夫だよっていう方がほとんどだと思うので、そういう風に思ったら、なんか気が楽になったし、あとは最初に言うことにしました。うん、あの人見知りでって、すごく人見知りなので、うまく話せないかもしれないとか、<laughs> 変な風になっちゃうかもしれないんですけどって、 言ったら「あゆっくりで大丈夫だよ」とか言ってくれるし向こうも話してる時にこっちの話してることを拾ってくれようとする人多いと思うのでそういうふうに話していったらいいと思いますね。うん、たまにね少し厳しい言葉を言ってくる人とかいるかもしれないけどなんだろう その優しい人がいる中でその一人の人に言われたっていうことがすごく心に残って今までのことを忘れてしまうっていうこともあるじゃないですかせっかくね少しずつ治ってきたのにその人の一言で「<laughs> ああ今まで少しずつ治ってきたのがやっぱり私ダメなのかな」って。 思ったりすることあるかもしれないんですけどなるべくそこに負けないようにうん話することとかを嫌いになったりとか人前に出ることを嫌になっちゃったりとかしないでほしいんですけどねなのでそういうことに少しでもね 心が強くなれるように優しい人とお話を重ねて直していくのが一番いいと思うんですけどみんなねあのお話上手な人ばかりではないからね大丈夫大丈夫仲間はいっぱいいるしね目とかもね合わせなきゃいけないって思った時は。 やっぱ目は見ないでこめかみとか、あのー、まつげとかを見て <laughs> あのね視線は下げないようにお話しすることとかを練習しながら頑張っていってほしいなと思いますね。参考になったかちょっとわからないけど <laughs> 頑張りましょう。はい、では次はいで次 恋人にきっぱりとと嫌嫌なところはって直接言った方がいいのでしょうかうん、まあ、言,う言った方がいいかなとは思うんですけど伝え方かなやっぱり言い方というか伝わり方っていうのはあると思うんですけど「ね、そういうのやめてよ」って言われるのと実はこういうふうに思ってて。 こういう風にしてほしいんだけどお願いできるかなみたいな感じで言ったりするのって相手に対してすごくその響き方っってて変わってくるじゃないですか、まあ、直してほしいところがあるのにすごいこっちも気遣って <laughs> 大変だなぁとは思うんだけどそういうのをそういうのが上手な人っていろんなところで得をするというか。 ね、やっぱ、ね、人生ねそういう風に上手にね生きてった方が自分も得することいっぱいあると思うし周りにも好かれるようになると思うので伝え方を優しく言ってあげる方がいいかなと思いますね。けどね最初優しく言ってるのに何度も何度も聞いてもらえなかったりとか。 治らない場合はやっぱそういう人には強く言ってもいいと思いますね。うん、あと思うのはこうもしねこういうふうに嫌なことがあってどんどんね我慢して言わない言わなかったとするじゃないですか嫌なことがどんどん溜まっていって爆発した時にバーって「これまだだった」「あの時もこうで嫌だった」って言われても多分男性の方は。 そのいっぱい言われたことに対して結果記憶に残るのってあ怒られたっていうことだけになっちゃうと思うんですよなんで何を言われたかっていうのをきっと多分忘れちゃうと思うから一個ずつ優しく言った方がいいかなと思いますね <laughs> ごめんね勝手にこの相談者さんが女性か男性かもわからないのにそういうふうに言ってしまうのは。 あれかなと思ったんですけどまあ、男女どっちにしても言い方を考えながら嫌なとこは言っていた方が私はいいと思いますはい、えー、マイナス思考を少しでもプラス思考に変える方法ってありますかそうね私もマイナス思考 <laughs> な方なのであれかなって思うんですけど うまくアドバイスできるかなうーん、えー、こういう時は何だろうなんかマイナス思考になることに関して結局は自分が一番ね変わっていくしかないんですよ多分解決策としては。自分自身をね高めていくとか性格、まあ、見た目とかいろいろマイナス思考になる。 病院ってたくさんあると思うんですけど結局そこを変えていくのって自分しかいなくてでその努力もねすごく大変なんだけどでもさっきとやっぱ似た感じになっちゃうんだけど自分自身にもそんなにこう負荷をかけないで期待しすぎないでやってく。 自分も人間だしできないことはあって当たり前とか思うぐらいの方が楽かなとは思うんーまあ何でもね仕事とかに関して「こうだから私できません」とか言うのはちょっと違うかもしれないけどその失敗したことに対して失敗したから自分はダメなんだっていう風じゃなくてそういう時にああ自分も人間だからミスはする。 けど次は頑張ろうううっていいに思うしかないよね <laughs> あとはこうやっぱマイナス思考にならないためには自分がどう防波線を張ればいいんだろうっていうタイプなんですよ私は。なのでまあなるべくミスしないとかなるべくそうですね自分でどうにかするとかあんまり良くないんだけどねこれは。 うん、頼れるならね周りに頼ってた方がすごくねいいと思うしあれなんだけど私は結構そういうところがあって <laughs> 傷つく回数を減らすことによってマイナス思考を少しパーセンテージを下げていくっていう感じかな私は。まあ、生きてく中でね傷つくことがゼロになることはないと思うので完全にねずっと明るくいるっていうのは。 ななかなか難しいと思うんだけど少しでも明るくするためにはどうすればいいかみたいな昨日失敗した自分より明日の自分が少しでも明るくなるためには明日どうしたらいいんだろうって考えたらやっぱね同じことは繰り返さないとかそういう初歩的なことになってくると思うのでまあ自分に対して責めすぎず。 ね、頑張っていくっていう感じですかねちょっとね難しいですね最近の質問が私も全然人ができてないのにこうアドバイスしてて申し訳ないんですけどねこういう考え方もあるんだっていうぐらいに聞いてもらえれば嬉しいですねはいでは次次からは質問ですかねうん なんてお呼びすればよろししいでしょうか、えー、そうですね <laughs>、うん、多いのはテディさんとかベアねえとか姉さんとかちょっとなぜか姉キャラになっているんですけど <laughs>、うん、全然好きに読んでいただいていいですし皆さんが呼びやすいように読んでくれたらなと思います。はい次 初恋はどんな相手夏恋は小学校12年生ぐらいですかねちゃんと記憶にあるのはあの親同士が仲良かった男の子でよく一緒に帰ってお家で2人で遊んだりしてた子なんですけどうん特にでも「好きだよ」とか言った記憶はなくて一緒にいて楽しいなーみたいなくらいだったかな最初は。 全然ね、でも中学校とかでは全然お話しなくなっちゃって小学校は割とずっと仲良くて委員会とかも一緒だったんですけどうん中学校は全然ですね。であとは成人式のと奇跡が近くて久しぶりみたいなのもあったんですけどそれぐらいかな初いの人とのエピソードはそんなに。 なないか,なか初恋の人っていうより初めての彼氏とかはねもう少しお話あるけどなぜ小学生なんでね <laughs> そんなにはびっくりするようなエピソードはないんですけどはいではでは次、えー、柔軟剤は何を使っていますか柔軟剤はですね、えー、結構いろんなのを使ってるんですけど 普通に部屋の部屋着を洗うのはレノワフ,フレグランスあの石原さとみさんが CM してるやつかなの白いパッケージのやつと青いパッケージのやつ名前がちょっとなんとかブーケーみたいな <laughs> だいたいそんな感じの名前かもしれないんですけどそれとえ何、ー、だろう 例えばカーーテンとかシーツ、えー、あとなんだろうな部屋の中のなんか匂いすごい面積が大きい布 <laughs> ソファーのカバーとかそういうのはえっ、ー、と白のホワイトリリーかえー、コロニー2139ってところの、えー、なんだっけなんか白いボトルのやつ。 とレノアあれは吉岡里帆さんの CM のレノ,レノアのちょっと高いやつ1,000円ぐらいのやつの3つであのおしゃれ着、えー、セーターとかちょっとシワになりやすいものはえー、っとアクロンかなん、えっと、だっけあの玉森君が CM してるやつ <laughs> また <laughs> 名前が出てこない。 うんなんかそういうの黄色ですねシャンパンなんたらっていうやつだった気がするなんだっけあの十何代の名前ちょっとねさっきからね名前が分からず CM してる人で例えるっていう <laughs> けどねそれできっと出てくると思いますので皆さんちょっともしね興味がある方は調べてみてください、はい、それでは今週は最後今週の小話で えー、終わりたいいと思います今週の小話はおお寿司屋さんのお話についてです <laughs> 皆さんねお寿司屋さんで好きなネタってあると思うんですけどこの間あの私がずっと同じのを食べてたら「なんでずっとそんなにそればっか食べるの?」みたいな <laughs> 感じであの一緒に行った方に言われて「私は虫エビが大好きなんですよ」 なんでまあ大体10皿ぐらいは食べるんですけど7皿ぐらい蒸しエビ <laughs> でマグロは全然食べなくてサーモンも食べない、えー、食べるのは蒸しエビ縁側お稲荷さん茶碗蒸しかな大体のメンツはその感じですねいつも行くとたまにつぶ貝とか なんかその季節限定で出てるメニューとかも食べますけどうーんいくらとかも食べないし食べれないとかじゃないんですけどそんなねお寿司屋さんも行かないのでたまに行った時にじゃあ絶対食べたいもの何ってなるとその4つが結構占めてきますね。皆さんは 何のネタをよく食べるとかありますか、ね、おすなんか好きなお寿司屋さんとかもあると思うんですけど回転寿し私は最近はもうスシローが一番行く回数多いかなくら寿司も結構行ってたんですけどちょっと最近行ったらあれっていう <laughs> ちょっとなんか最近メニューがすごい少なかったのかなコロナ が関係あるのかちょっと分かんないんですけど結構少なくてまあでもそれしか食べないんでどこ行っても一緒ですね私は <laughs> ねはいというわけで今週はお寿司屋さんのお話でしたというわけで今週も終わりの時間が近づいてまいりました初めての地声ラジオいかがだったでしょうか 皆さんの反応が今からちょっとドキドキなんですけど <laughs>、ね、優しいコメントお待ちしております <laughs> 来週からはまあコメントを次第でちょっとどっちにしたり、まあ、交互にしたり、まあ、やっぱささやきに戻したりっていうのはコメントでちょっと考えたいと思いますはいそれでは今週もご視聴ありがとうございました 来週もこの時間にお会いしましょう。バイバーイ。